えとこれスライド画面になってますかねはい、なってます。はい。じゃあ、ここからじゃあお話をさせていただきますけれども。ではいじゃあ、よろしくお願いします、えー。埼玉医科大学国際医療センターの呼吸器内科の2枚でございます。本日は t コック月例会で講演の場を設けていただいてありがとうございます。えー、では、私のほうも。えー、っと。 本日はですね、肺がん化学療法の現状ということで、免疫療法を中心にというタイトルでお話をさせていただこうと思います。では、でありますでは本日の内容ですけれども、本日は胸部腫瘍以外の領域の先生です、ね、領域の専門にされる先生方も多くご参加いただいているとお聞きしていますので、肺がんについての基本から少しお話をさせていただこうと思います。 まずは高野先生や市中病院の先生方とお話をさせていただく治療方針が決定されます。肺がん診療ガイドラインでは先ほどもお話し,しましたが4基非小細胞肺がんではドライバー遺伝子の変異転作の有無および PDL1 発現の状態を確認することが必要とされています。しいまして、 病気診断と並行して目の前の患者さんがドライバー遺伝子変異転座・陽性なのかドライバー遺伝子変異転座・陰性で PDL1 が50%以上なのかそれ以外のいずれかのサブグループに属するかということを診断することが重要であります。従いまして十分な検体採取がこれらの遺伝子および PDL1 検査には重要であります。 こちらは現在、非小細胞肺がんと小細胞肺がんで使用されている薬剤をほぼ記載していますが、従来の細胞障害性抗がん薬、分子標的薬、そして免疫チェックポイント阻害薬と記載しておりますが、本日のお話の中心はこちらの免疫チェックポイント阻害薬であります。こちらは2017年、 の報告になりますが、1990年時点では5年生存割合はほぼ0%。2015年までの時点でも改善はされたといいましても、同様にほぼ0%という状況で、長期生存が厳しいという時代が長らく続いてきました。いかに臨床試験のプライマリーエンドポイントを列挙しますか 長期生存がが、得られるるととといいうことが肺がん薬物療法の重要な目標であると考えています。改めまして現行の肺がん診療ガイドラインの4基小細胞肺がんのサルブグループ別治療方針になりますがまずはですねドライバー遺伝子変異転座陽性症例を見ていこうと思いますエビデンスは乏しいものの後々の高治療では PD1、PDL1 PD 阻害薬の治療の選択肢の一つとして記載されています。ドライバー遺伝子変異、デン座、陽性症例には、それぞれに対するキナーゼ阻害薬を投与することが推奨されています。中でも、貧小細胞肺がんのドライバー遺伝子変異、デン座の最も多い EGFR 遺伝子変異陽性肺がんの一時治療を見ていきますか。 EGFR 陽性肺がんでは詳細は割愛しますがオシメルチニブ、レビチニブ、エルロチニブ、アファチニブといった胆剤や血管心生阻害薬との併用療法などさまざまな治療選択肢が記載されています。現在はオシメルチニブが唯一の推奨の強さ1で実臨床では EGFR 陽性肺がんには最も用いられている。 現状と考えられていますので、オシメルチニブについて少し見ていきます。その根拠となりましたのは、フローラ試験の結果であります。スタディデザインをお示ししますが、オシメルチニブと従来の標準治療である第1世代 EGFRTKI であるゲフィチニブ、ないしはエルロチニブを比較した第3層試験であります。使用表項目は PFS で、免疫療法を中心に見ていこうと思います。 こちらは、肺がん診療ガイドライン2020年版の4期非小細胞肺がんのサブグループ別治療方針の PDL1TPS50% 以上、およびドライバー遺伝子変異、転座陰性で PDL1TPS50% 未満、もしくは不明のサブグループに対するフローチャートを示していますが、PDL1TPS50% でありますと、ペンブロリズマブが選択して、その他に 細胞障害性抗がん薬に PD1、PDL1 阻害薬。また、陰性の症例でも細胞障害性抗がん薬に PD1、PDL1 阻害薬が選択肢として挙げられ、これらの患者集団には免疫チェックポイント阻害薬がキードラックとなっています。肺がん治療の5本目の柱として、2015年以降、免疫チェックポイント阻害薬が導入されています。 こちらは我が国の免疫チェックポイント阻害薬の進歩ですが、メラノーマンには始まる、抗 CTLA4 抗体であるイピリムマブ、PD1 阻害薬であるニボルマブから始まり、年々 PD1 阻害薬、PDL1 阻害薬と登場しています。ビジネススライドで申し訳ありませんが、こちらがですね、現在の抗 PD1 抗体、抗 PDL1 抗体、 抗 CTLF4 抗体の適用岩種と治療ラインになります。かなりの岩種で、まあ、横断的に短剤または併用で使われるという現状であります。次に、がん免疫治療の作用基準を模式的にではありますが、少し説明させていただきます。がん細胞は免疫細胞。 に攻撃されないように A という鍵を免疫細胞の B という鍵穴に入れることで、免疫細胞の動きにブレーキをかけます。そのため、がん細胞が増殖できます。しかし、この B という鍵穴に対して、えー、ブロックすればですね、 がん細胞にブレーキがかけられないことが分かって、まあ、この花を塞ぐ治療が生まれました。そのため、えー、免疫細胞はブレーキがかけられず、がん細胞をどんどん攻撃します。この B の鍵穴を防ぐことが薬の採用基準になります。日本で発見された治療法ですが、肺がんをはじめとする さまざまながん種で長期に病性が制御されている患者さんがいることが最近の報告としては分かってきました。こちらはよく目にすることがありますがん免疫サイクルの中での2020年末に承認になった抗 CTLA4 抗体であるイビリムマブ、抗 PD1 抗体であるニボルマブ併用療法の作用基準を示しています。ニボルマブは、 がん細胞上の PDL1 と T 細胞上の PD1 を阻害することにより T 細胞を活性化し続ける作用を持っております。一方、イピリマブはリンパ節内において T 細胞上の CTLA4 を阻害し T 細胞の数と種類を増やす作用を持っておりがん免疫サイクルの中でそれぞれ異なるステップに作用して薬理効果を発揮します。 免疫チェックポイント阻害薬の効果につきましては特徴がこちらのような生存曲線になりますまず従来の細胞障害性抗がん薬は長期に効果が持続することは難しくまた分子標的薬治療も高い走行は期待できますがやはり長期的に見ると効果が宙に近い状況は難しい状況ですしかしながら免疫チェックポイント阻害薬は効果が乏しい早期に PD になってしまうという患者さんもいますが、効果がある患者さんにはテイルプラトと呼ばれるような長期無,無再発生存ということが期待できます。では、免疫チェックポイント阻害薬の肺がん診療ガイドラインの変遷についてですが、2016年版では、まず二次治療として PD-1、PD-L1 阻害薬が登場しました。 以降、肺がん診療ガイドラインの登場順にメイクチェックポイント阻害薬のガイドライン上での変遷を見ていきたいと思います。その根拠としましては、先生方もご存知の通り、ともにニューイングランドジャーナルを目線に報告された基地老齢に対するニボルマブのチェックメイト017-057試験であります。扁平上皮がん 非扁平上皮癌ともに従来の二次治療の標準治療であるドセタキセルと比較して生存が有意に良好であったという結果でありました。またニボルマブの総合割合については、扁平上皮癌非扁平上皮癌ともに約20%でありますが約40%は PD になってしまう全く効果がないという結果でもありました。 さらに2017年版になって PDL1 陽性細胞50%以上の患者集団で初回治療としてペンブロリツマブ単剤が記載されました。その根拠としましてはピボタルスタディの2016年にニューイングランドジャーナル名ンに報告されたキーノート024試験です。スタディデザインは未治療 3B4 期の非小細胞肺がんに対して PDL1 高発現、TPS50% 以上で EGFR アルク、陰性の患者さんをペンブロリズマブ単剤群とプラチナベースの化学療法群に分けて比較した試験であります。使用表項目は PFS でありました。PDL1 高発現は免疫染色で評価しますが、使用表項目である PFS については、 従来の標準治療である化学療法と比較して、ペンブルイズマブ単細群で優位に改善したということが報告されました。走行割合も、ペンブルイズマブ単細群で、先ほどのチェックメイト017057試験と違い、走行割合も44.8%という結果でありました。 昨年のエ s も2 0 2 0で観察期間中央値59.9か月の結果が報告されています。OS 中央値はペンブロリズムブ・タ剤群が26.3か月化学療法群が13.3か月で5年生存割合はペンブロリズムブ・タ剤群が31.9%化学療法群が16.3%となっています。 p d l 1高発現の患者さんの一時治療において5年生存割合が31.9%という結果から免疫チェックポイント阻害薬での長期生存が期待できることが示されました。4期の患者さんで3人に1人は5年生きられるわけですから10年前に比べれば素晴らしいことだと思います。 一方で、このカプラン・マイヤ曲線が完全にプラトンにはなっていないですし、一部の患者さんで再発してくる可能性があります。その部分を改善する必要があると考えます。さらに2018年版になって、PDL1 陽性細胞50%以上のサブグループで、初回治療として、ペンブロリズマブ単剤と細胞障害性抗がん薬、 に PD、阻害薬またドライバー遺伝子変異点座陰性で PDL1 陽性細胞が50%未満もしくは不明のサブグループで細胞障害性抗がん薬にプラスマイナス PD1PDL1 阻害薬が記載されました具体的にはこの PD1PDL1 阻害薬はペンブロリズマブあるいはアデゾリズマブであります 2019年1月以降、いくつかの免疫チェックポイント阻害薬と細胞障害性抗がん薬の併用療法が保険承認されました。これからお話します、キーノート189レジメン、キーノート407レジメン、インパワー150レジメンといったものが併用免疫療法の走りでありました。まず、 現在、非扁平上皮、非小細胞肺がんで引用されているキーノート189の試験デザインになりますが、試験の対象は ECFR と歩く陰性の化学療法未治療の進行非扁平上皮、非小細胞肺がんで、使用表項目は OS と PFS、副次的評価項目は走行割合、走行期間、安全性でありました。 患者さんはペンブロリズマブと化学療法の投与を受ける群と、プラセボと化学療法の投与を受ける群に2対1に割り付けられています。プラチナ併用化学療法と比較して、優位に PFS、OS ともに改善し、ニューイングランド・ジャーナル目線に2018年に報告されています。 昨年の2020でキーノートこのデータを見て、OS がプラットンになっていると見るか、まあ、生存は徐々に落ちているかとている見るかは、微妙な感がありますが、このデータはプロトコール上は最終解析となっています。しかしながら観察期間をさらに延ばして、もっと後ろに伸びてくれば、より信頼性の高いデータになるかと思います。 一方、こちらは、扁平上皮癌。先ほどは非扁平上皮癌でしたが、扁平上皮癌を対象とした407、キーノート407については、こちらは未知郎の扁平上皮癌症例に対して PD、PDL1 発言によらない試験デザインであります。こちらはカルボプラチンパクリタキセル、ないしはナブパクリタキセルにペンブロリズマブを上乗せするかしないかというものを比較しております。 使用項目は OS、PFS でありました。結果は、使用評価項目である OS、PFS ともに、優にペンブロリズマブ1セグンが良好であるという結果でありました。さらに PD、PDL1 阻害剤であるハテゾリズマブについては、こちらに記載するインパワー150レジメンと、 インパー130、132レジメンというものがありますが、こちらはインパー150レジメンについて、えー、少し見ていきたいと思います。未知の非扁平上皮肺がん症例に対して PDL1 発現によらない試験デザインであります。こちらは3群のデザインであり、A 群はアテゾリズマブ、カルボプラチン、パクリタキセル、B 群は アテゾリズマブ、カルボプラチン、パクリタキセル、にベバシスマブの4剤を併用した全部のセレジム。C 群はカルボプラチン、パクリタキセル、ベバシスマブ。3群のデザインでありましたが、B 群と C 群を比較した結果が2018年のニューイングランド・ジャーナル・メイセンに報告されています。結果は PFS、OS ともに優位に全部のセ群ですね。4剤併用群が良好であると。 いう結果でありましたさらに肺がん診療ガイドライン2019年版になりますと PDL11 1から49%のところでもペンブロリズマブ単剤が新たに追加されました PDL1TPS50% 未満の PS01 に対して PDL1、TPS が1%以上でペンブロリズマブ短剤が追記され、ペンブロリズマブ短剤療法を行うと提案することが推奨の強さ2、エビデンスの強さ C で記載されました。根拠となりました試験は3層試験であります、キーノート042試験でありますが、 化学療法未治療の EGFR、アルク陰性、かつ PDL1-TPS が1%以上の PDL1 発現陽性の進行再発、非小細胞肺がんにおけるペンブロリズマブとプラチナ製剤を含む化学療法の有効性及び安全性を比較検討するというものであります。結果は2019年にランセットに報告されています。 まず PDL11% 以上の全体集団では、使用評価項目の OS は、ハザードレーシスト0.81、ペンブロイズマブ単在群の OS 使用値が16.7ヶ月、化学療法群の OS 使用値は12.2ヶ月でありました。その生存曲線は前半ではクロスしていました。また探索的な評価項目である PDL1TPS1 から49%のサブグループ解析においても、 OS のハザードレーションは0.92ペンブロリズマブ単剤群の OS 中央値は13.4ヶ月化学療法群の OS 中央値は12.1ヶ月でありその生存曲線はクロスしておりましたここまでで現行の肺がん診療ガイドライン2020年版までに使用できる肥性細胞肺がんの免疫チェックポイント阻害薬単剤および併用療法を見てきましたが 現在と今後のガイドラインの方向性はどうなるでしょうかこちらは、マンは違いますが、2019年にニューイングランド・ジャーナル・メーセンに報告された、進行メラノーマのニボルマブ・イピリマブ併用療法の5年生存のカプランマイア曲線であります。ニボルマブ・イピリマブ併用療法群で5割を超えているというような状況であります。 現在、ニボルマブ、イピリーマブが使用できるがん種は、メラノーマ、腎細胞がん、そして昨年末12月に非小細胞肺がんが加わりました。それぞれ、投与量及び投与スケジュールに違いがあります。再度、臨床試験のプライマリーエンドポイントについてお話ししますが、やはり全生存期間を伸ばすと。 いうことが重要であろうと思いますでは、昨年11月の肺がん学会総会の際に改定された肺がん診療ガイドライン2020年版の4期非小細胞肺がんの薬物療法のサブグループ別の治療方針を見ますと、今回、リピリンマブ、ニボルマブが新たに追記されました。 まず PDL1TPS50% 以上の PS01 に対してはペンブロイズマブ短剤プラチナ製剤併用療法に PD1PDL1 阻害薬に加えてニボルマブ・イピリマブ併用療法が推奨の強さ2エビデンスの強さ C で追記されておりますまた PDL1TPS 50%未満の PS01 に対しても、ニボルマブ、イビリンマブ併用療法が追記されています。現在、日本で承認されております、非小細胞肺がんに対するメ疫チェックポイント阻害薬、併用レジメは以下のとおりであります。キーノート189、キーノート407、 インパ a r 1 5 0は先ほどお示した通りでありますが、実臨症ではあまり用いられていないようですが、アテゾリスマブと細胞障害性抗がん薬の併用療法であるインパ a r 1 3 0 132といったレジメンも保険承認されております。では、ここからニボルマブとイピリムマブ併用を含んだレジメンのエビデンスを少し見ていきたいと思います。 現在、非小細胞肺がんで、ニボルマブとイピリンマブ併用療法を用いることができるレジメンとしては、2つの試験の結果から、通称チェックメイト227、チェックメイト 9LA レジメンがあります。正確には、肺がん診療ガイドラインには、チェックメイト227のイピリンマブ、ニボルマブが収載され、9LA レジメンについては、肺がん診療ガイドライン作成時には論文が公表されておらず、記載がないという状況ではあります。 では、ニボルマブ、イピリウマブのチェックメイト227試験の結果は、すでに2019年にニューイングランド・ジャーナル・メイスンに報告されております。チェックメイト227のパート1試験については、非扁平上皮、扁平上皮がん、両方の組織型を含む未治療の進行非小細胞肺がん症例を対象とした非盲検 フェース3試験であります。パート 1A、パート 1B から構成されています。パート 1A においては、PDL11% 以上の陽性症例、1189例をニボルマブとイピリマブの併用群、化学療法群、ニボルマブ単剤群に1対1対1に割り付けて評価しました。パート 1B においては、PDL1 陰性の症例、 550例をニボルマブとイピリンマブの併用療法、化学療法群、ニボルマブと化学療法の併用群に1対1対1に割り付けて評価しました。化学療法については、プラチナを含む組織型に基づいた2剤併用療法をが選択され、EGFR と歩く遺伝子変異、ああ については患者患者さんは除かれていました。また患者は、えー、非扁平上皮癌と扁平上皮癌でま相、あ、別化されています。チェックメイト22などではニボルマブが2週間ごとの投与でありましたが、現在承認されている投与法としましてはニボルマブは3週間ごと。 または2週間ごとのいずれかの治療スケジュールで投与でき、どちらもイピリンマブは6週ごとに投与します。現在、実臨床ではニボルマブ3週間投与法の方が引用されているようであります。こちらはニボルマブとイピリンマブおよび化学療法群の患者背景を PBL1 発言に関わらずまとめているものであります。それぞれぞ 3例でありますが、年齢、性別、PS、喫煙歴、組織型、PDL1 発言は両軍ともにバランスが取れておりました。ASCO2020 で3年のアップデートデータが発表されておりますので、まあ、そちらのアップデートした OS を見ていきます。3年以上の追跡期間の時点。 中央値が43.1か月になりますが、PDL1 発現が1%以上の患者さんにおいては、ニボルマブとイピリウマブの併用療法が化学療法と比較して生存ベネフィットを示しています。ハザード比が0.79でありまして、ニボルマブ、イピリウマブのメディアン OS に関しては17.1か月、化学療法群は4.9か月でありました。 この患者さんの集団はの3年生存割合は、ニボルマブ、イピリンマブ群で33%でありました。さらに、ニボルマブとイピリンマブ併用療法は PD L、PDL1 発言が1%以上の患者さんで、ニボルマブ単剤療法と比較してもベネフィットを示しています。さらに PD、PDL1 発言が1%未満、 の患者さんでの探索的な解析においても3年生存割合がニボルマブ・イピリンマブ群で34%化学療法群で15%でありましたまたニボルマブ・イピリンマブはニボルマブと化学療法の併用療法と比較しても生存ベネフィットが示されています PDL1 発言が1%以上と1%未満 でのそれぞれの OS をまとめたカプランマイヤー曲線になりますが、ニボルマブ、イピリルマブ群は1%以上でも1%未満でも3年時点での生存が30%を超えているという状況でありました。また、総高例による OS の探索的ランドマーク解析では、PDL1 発言、 1%, が1未満の症例で6か月までにニボルマブ、イビリンマブに CR または PR を示した患者さんの3年生存割合は82%あったのに対して化学療法群では25%でありました。また SD 例であってもニボルマブ、イビリンマブ群で3年時点の生存は4割を超えておりました。しかしながら PD 例では ニボルマブ、イピリででも9%程度でありましたさらに投与開始3から4ヶ月の時点を見てみますと PDL1 発現が1%以上と1%未満ともにニボルマブ・イピリウマ部群で化学療法群よりも PD になってしまっています。 そこで、ここの早期の PD を救済するために、後でお示しします、チェックメイト l 入試験が実施されています。また、昨年の SMO2020 及び肺がん学会で、日本人参加者の最短観察期間3年の長期観察の結果が報告されています。PDL1 発言が1%以上の 患者において、日本人はニボルマブとイピリウマブの併用療法に41例、化学療法群に48例が割り付けられています。ニボルマブとイピリウマブの併用療法の化学療法群に対するハザード比は0.77でありました。前線存期間中央値はニボルマブとイピリウマブの併用療法群は未到達、化学療法群は28.9ヶ月でありました。3年時点、 での生存割合は、ニボルマブとイピリマブの併用療法群で56%でありました。さらに PDL1 発言が1%以上と1%未満を合わせた結果は、ニボルマブとイピリマブの併用療法群で3年生存割合が56%という結果でありました。 また、チェックメイト227のニボルマブ、イピリンマブ、併用療法群の安全性について見ていきたいと思いますが、安全性については、最も多いものは皮膚毒性が最も多い有害事象で、次いで内分泌機能障害、胃腸障害でありました。グレード3以上の有害事象については、皮膚毒性、内分泌障害ともに4%程度でありました。 また中止に至った毒性は肺毒性が最も多いという割合でありました。ここでチェックメイト227のニボルマブ・イビリマブ併用療法についてまとめます。ニボルマブ・イビリマブ併用療法は PDL11% 以上1%未満ともに標準的プラチナ併用化学療法と比較して生存期間を延長しています。 また、PDL11% 以上、1%未満、ともに3年生存割合は33%、34%と、長期生存が期待できる結果であります。また、イピリマブ、ニボルモブ併用療法は、細胞障害性抗がん薬フリーの新しい標準治療であり、血液毒性は少ないですが、皮膚毒性や内分泌障害、 肺臓炎などには注意が必要であるものであります。ここで、ニボルマブ、イピリンマブに 2, 2サイクルの細胞障害性抗がん薬を検討したチェックメイト 9LA 試験の結果については、つい先日、ランセットオンコロジーに報告されています。このチェックメイト 9LA 試験に関しては、 オープンラベルの多施設無作為化フェーズ3試験であります。組織学的に確認されたステージ4、ないしは術後再発の未知老の非小細胞肺がん症例を3週おきのニボルマブ360ミリ投与、6週おきのイピリンマブ投与に加えて2サイクルの化学療法を併用する群と最長4サイクルの化学療法のみの群、 に割り付けて行われました。PDL1 の発言と性別、組織型で層別化されています。主要評価項目は OS、副次的評価項目に関しては PFS、走行割合、PDL1 発言別の有効性であります治療スケジュールについては2サイクルの 化学療法、併用後は、チェックメイト、難易試験では、ニボルマブが3週間ごとの投与法が採用されておりますが、ニボルマブは3週ごと、または2週ごとのいずれかの治療スケジュールを選択でき、どちらもイピリウマブは6週間ごとに投与します。実臨症でも3週間ごとの投与が多いようです。こちらは、ニボルマブ、イピリウマブと化学療法群、 及び化学療法群の患者背景をまとめたものになりますが、年齢、性別、PS、喫煙歴、組織型、転移部位、PDL4 発言は両群ともバランスが取れ、患者背景に差はありませんでした。使用評価項目である OS の最短12.7か月の追跡期間において、併用群、 において、優位に OS の延長が認められました。OS の中央値は、平用群で15.6ヶ月、化学療法群が10.9ヶ月で、ハザード比は0.66でありました。OS のカップランマイヤー曲線は、先ほどのチェックメイト227の3から4ヶ月、の時点と違い、交差することなく早期から離れております。約40%。 のところで併用群は横ばいになっておりました。しかしながらまだ観察期間は短く、まあ、長期的な観察は必要な結果と思います。さらに OS のサブグループ解析ですが、こちらに示すフォレストプロットでは PD、PDL1 の発現状態や組織型のいずれでも優位に併用群の方が良好でした。さらに脳転移があった 場合も優位に平用軍が良好でありました。しかしながら、高齢者と非喫煙者では一応またいでいるという結果でありました。また、非扁平上皮癌の場合、OS 中央値は平用軍が17.0か月、化学療法群が11.9か月で、ハザード比は0.69でありました。扁平上皮癌 の場合でも、OS 治療値は、併用群が14.5ヶ月、化学療法群が9.1ヶ月で、ハザード比は0.62でありました。組織型に関わらず、効果が見られると報告されています。さらに、こちらは PDL1 発言別の OS の生存曲線になりますが、PDL1 が1%未満のハザード比は0.62で、優位に併用群が良好でありました。 p d l 1%, 1以上、1から49%、50%以上でも同様にニボルマブ、イピリムマブ、化学療法、併用群が良好で、PDL1 発現にかかわらず効果が見られると報告されています。こちらは PDL1 発現別の走行割合、PFS、OS をまとめたものですが、 OS 治療値については、観察期間は短いですが、PDL1 発言にかかわらず14か月程度でありました。安全性については、グレード3、4の治療関連の有害事象が発現したのは、併用群が47%、化学療法群が38%でありましたが、こちらはアジア人のサブポピュレーションでありますが、 アアジア人は少し有害事象の割合が高いといいととうことも報告されていますまた、ニボルマブ、イピリンマブ、2細工化学療法群で最も多い有害事象については、チェックメイト任務などと同様に皮膚毒性、次いで内分泌障害、胃腸障害でありました。中心に至った毒性は、やはり肺毒性が最も多いという割合でありました。 昨年の ESMO2020 ではチェックメイト9イ A の日本人と中国人のアジア人データのサブグループ解析が発表されています。アジア人での OS ハザード比は0.33。ニボルマブ、イピリマブ、2サイクルの化学療法群で良い結果となっています。 PFS についてもハザード比は0.47で同様な結果でした。チェックメイト 9LA レジュメンであるプラチナ併用にニボルマブ、イブリムマブ併用療法のレジュメンをまとめますと、チェックメイト 2LA レジュメンの初期 PD の欠点を克服するといった発想のレジュメンであります。 ナインエレレジュメンは組織型 PDL1 発言に関わらず標準的プラチナ併用療法と比較して生存期間を延長しています。ナインエレレジュメンはニボルマブ、イピリマブ併用療法のメリットである長期生存が期待できるものであります。ナインエレレジュメンはチェックメイト、ニーナーレジュメンと同様に皮膚毒性、内部泌障害、肺増えなどには注意が必要とされています。 では、ここで、えー、ニボルマブ、イピルマブ併用療法のエビデンスを見てまいりましたが、現状ではこのチェックメイト227と 9LA レジメンはどのように使い分けるのが良いかといいますと、これは、えー、試験等も含みますが、まずは使用量や病生進行が早いような症例には、早期の PD を救済するために 9LA レジメンを我々の施設では考慮しています。 一方、病性進行が完璧な場合には、9A 流レジメン2 2A 流レジメンともに選択肢として検討しております。海外では細胞障害性抗がん薬はいらないのではないかというスタンスですが、日本の場合は細胞障害性抗がん薬と ICI が引用されていますので、チェックメイト227試験で見られた。 当予想機の2軍のクロスを減らすために最初の2コースだけ細胞障害性抗がん薬を併用するチェックメイト,ト 9LA レジメンは無難だろうと思いますしかしながら高齢者などの集団にはどれがいいのかということは今後の検討課題と考えますでは PDL1 発言別の OS をチェックメイト 9LA レジメンチェックメイト227レジメン キーノート189レジュメン、ペンブルリズマブ単材のキーノート042レジュメンを並べてみますと、まあ、患者背景が異なりますので、まあ、正確な比較はできませんが、9LA レジュメンは期待できますが、まあ、観察期間がまだ他の試験と比べて短いということもあり、OS については今後の検討課題といいます。 こちらはですね、埼玉医科大学国際医療センターのドライバー遺伝子変異、点在陰性で PS01 の初回治療選択の現在の概要であります。我々の施設ではですね、75歳以上の PBL150% 以上の抗発源以外はニボルマブ、イピリマブを含むレジメンを主軸に考えておりますが現状ではです、ね、施設や主治医ごとにはまだまだ今後出てくるデータをもとに検討の余地があると思います。個人的には、単剤が良いのか化学療法に免疫チェックポイント阻害薬が良いのかニボルマブ、イピリマブを含んだレジメンが良いのかということは今後のエビデンスを注目することが必要と思います。 以上、ICI の誕剤及び併用用法を見てきましたが、まあ、高齢者に対してどうなのかという疑問があります。現状ではですね、免疫チェックポイント阻害薬の75歳以上の症例において、有効性、安全性に関する報告は少ない状況です。そこで群馬県立がんセンターや埼玉医科大学国際医療センターを中心として、PDL1、TPS5、0以上に対する75歳以上、 の初回ペンブルリズマブの効果安全性を検討しました47例で検討していますが無造作生存期間全戦争期間ともに従来の細胞障害性抗がん薬と比較し良好であり非高齢者を含んだ第3層試験の結果と同等であり有害事象についてもですね高齢者特有の有害事象は認められませんでしたまた 同じ参加施設で75歳以上の吉郎の ICI の効果安全性も検討しましたが、やはりですね、非高齢者を含んだ結果と実臨症状、同等であり、効果安全性ともに、ですね、任用良好ということに報告しています。 以上から75歳以上の ICI 端材は効果および安全性ともに十分治療選択肢となりうると考えていますがしかしながらです、ね、先ほどお示ししましたニボルマブ、イピリマブ併用療法等については今後の検討課題と考えています。でここからは少し小細胞肺癌と免疫チェックポイント阻害薬のお話をして終わりにしたいと思いますが。 先生方ご存知の通り小細胞肺がんは肺がんの10から15%を占めるとされています詳細は割愛しますが長らく日本ではシスプラチンイリノテカン世界的にはシスプラチンエトポシドが標準治療でありました現行の肺がん診療ガイドライン2020年版では進展型小細胞肺がんの受験図はこのようになっておりますが PS 別に薬物療法を検討しますが、PS が比較的悪くても、非小細胞肺がんと違い、薬物療法を考慮するということになります。新天型小細胞肺がんに対しても、PS が01であれば、プラチナ製剤併,製剤併用療法に PDL1 阻害薬、具体的にはアテソリズマブ、ジュルバルマブになりますが、を上乗せすると。 ということが、何十年も標準治療であったプラチナエトポ、ないしはイリノテカンに代わり、標準治療になってきました。根拠となりましたのは、最初にインパワー130試験であります。インパワー130試験は、133試験は、多施設無作為化のプラセボ対象のフェーズ1、3試験でありまして、化学療法未治療の進展型小細胞肺癌を 従来の標準治療薬であるカルボプラチンエトポシトアテゾリズマブを上乗せするというものであります。また、免疫チェックポイント阻害薬をジュルバルマブにしたカスピアン試験も次いで報告されています。こちらは先ほどのインパワー133と違いシスプラチンも給与されています。こちらにはジュルバルマブと化学療法の併用療法に高 CTLA4 モノクローナル抗体であるトレメリムバブを追加したカスピアン試験のもう1つの投与群では OS 延長の傾向が示されていましたが化学療法群と比較して統計学的に有意な OS の延長は示されませんでしたしたがいましてこの2群での検討がなされています結果はインパワー133カスピアン試験ともにメ疫キシェックポイント阻害薬を上乗せしたということが 良好であったということが、それぞれ、えー、報告されています。以上、2つの第三組織験より、新天型小細胞肺がんに対しては、PS が良好であれば、プラチナ併用療法に PDL1 阻害薬をお乗せするということが標準治療となりました。まとめになりますが、メイクシェンクポイント阻害薬は肺がん治療にはなくてはならないものになりました。 イピリムマブとニボブルマブ併用療法は、プラチナ製剤に免疫チェックポイント阻害で薬を併用したレジメンに匹敵する併用療法であります。また、PDL の発現に関わらず効果が期待できるものであります。チェックメイト227及びチェックメイト 9LA レジメンとの使い分けは、患者の状態に応じて検討する必要がありますが、まだまだ今後の検討課題でもあります。 新天型小細胞肺癌においても、プラチナ製剤と免疫チェックポイント阻害薬が標準治療になってきました。では、以上になります。ご清聴ありがとうございました。